マイクの浴衣でございます、はい。今日はですね、KRV 初回点検、まあ、でも1000キロぐらい乗られてますけどね、はい、1200キロぐらいでしたっけね、1100何十キロ、はい、オイル交換をさせていただきましたね、はい。あとちょっと簡単に点検でございます。はい、あとですね、それとは別にオイル交換を別の KRV ね、はい、もう7000キロですね。今年じゃなかったでしたっけ。今年でしたよね。今年なんと思うんですけど、もう7000キロ乗られてますね。はい、結構、はい、乗られてる。オイル交換、はい。で、あとは店長ご来店ですよ。はい、もうちょいですね。店長、あ、出てきました、店長。はい、あ、店長はね、お風呂に入ったそうでございます。いいですね。本当にね。よいしょ。ということでですね、今日は、はい、KRV。あ、あと、点検、お預かりしてた KRV もね、はい。そう。で、最後に、あと、オイル交換も受けたまったんで、あと、ブレーキフルードですかね。はい。なので、ちょっと、やりまして。だから今日は3台。オイル交換しましたね、KRV がね、はい。で、その他、おおって、やっぱり帰りたいそうです。はい。っていう感じでですね、あとは、そんなもんですか？ちょっと待ってくださいね。領収書見ます。ね、はい。そうね、KRV。KRV。だけ。だけです。はい。でね。はい。で、まあ、そういう、あれでですね。あ、あと、その、何でしたっけ？なんだ、何がついてるんだろう。ミッチ。ね。ミッチ125。あれもキムコですね。はい、もうキムコ来てますよ、だから。そちらも、ちょっとはい。エンジンが、セルがね、ちょっとセルモーターが、はい。それを、ちょっと、直したんですけど、セルブラシがね、ちゃんとこう動かない。で、表面ちょっと鳴らして、スムーズにね、と、動くようにとして、やっぱり、もうバキバキ回りますよ、やっぱりね。そうすればね。はい。で、ちょっと様子を見ていただいて、それでもしダメだったら、ちょっとやっぱり、まあ、交換かな、というね。はい。はい。まあ、購入いただいてどれくらい経ってますか？そんなに経ってないですよね。あと、まあ、あれ、まあ、中古車でね、かなり多分寝かせてあった時期があったと思うんですが、はい。あと、うちに会ってからも寝てましたからね、かなりね。そう、そういうのも、まあ、影響はしてるとは思うんですけどね。はい。ただまあ、とりあえず、まあ、あんまり乗られてないですしね、ちょっと、これでね、修理代いただくというのがなんかちょっと、基本的に中古車って、うちはね、メーカー保証が残ってる別ですけど、メーカー保証が残ってないものに関しては、まあ、保証っていうのは特にないと、ということで販売してます。はい。ただ、整備はします。もちろん。整備して、で、問題があれば、あるところは交換しておきますけど、交換しますけど、まあ、基本的には、いわゆる、保証みたいのはやってないんですよ。うん。だけど、そういうことはある。過去にもいっぱいあります。変な話。まあ、あんまりね。だから、ご相談です。はい。ご相談です。はい。これはちょっとなんか申し訳ないなっていうね。やっぱ場合もあるわけですよ。うん、だそういう場合はやっぱりちょっと、あ、これはいいですよっていうことは、過去にも何件かあったと思います。はい。俺のは違うぞっていうのはない。そう、どうですかね。でもあんまり、うん。まあ、まずあんまり壊れないっていうのがあるんですけど、あんまりトラブらないっていうのありますけど、だトラブった際に、でも別に、そんなね、うん、ないような気はするんですけどね。はい。昔、まあでも、いろんな、あります。はい。ありますよ。いろいろあります。はい。だから、ちょっと、あーっていう、まあ、これはちょっと、あれだって思ってね。うん、はい。この間も、ありましてね。何でしたっけ、あれ。V ストローム1000。ね。で、何でしたっけ。まあ、基本的にほら、車検取って、あれするんで、まあ、その間いろいろ整備しますよね。整備して。で、いう種類は、まあ、もちろん当然交換するんですけど。で、とりあえず、まあ、
試乗しないわけにいかないですから、中古車使用してそれで問題なければお渡しするっていうね、まあ、そういうスタンスなんですけど、まあ、保証はありますかというか、保証はないですねって話でね。ということは、例えばフロントフォークからオイルが持ってきたとかそういう場合は、どっか自分で探して直すしかないんですかねというから、いや、それはうちで直しますけどね、優勝でよければ直しますっていうね、はい、優勝で、まあ、普通にだから整備っていうね、はい、それはやりますけどってね、うん、ね、やりますけど、これね、もしね、もしですよ、別にそういうこと何もなしに普通に買っていただいてですよ。ね、何のあれもなしに買っていただいて、ね、もうすぐ、あ、これで買いますって言ってね。で、それで、持って帰ったらオイルが持った。ね、そしたらさすがにうちはやりますよね。で、そういうことです。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。はい。そういうことです。はい。だからまあ保証はしないんですよ、私は。中古車ですから。何が起きるか分かんない。それは中古車ですから。ね。だけど、やっぱり常識っていうのがあるわけですよ。でもそれは私の中の常識であって、他の人の常識じゃないからね。うん。で、変になんか保証書みたいなのつけてね、やるってことはしてないんですよ。うん。それをやってしまうと、結局、そのあれに乗っ取ってしかやらなくなります。当然です。あと、保証をつけるっていうことはどういうことかというと、金額的に高くします。まあ、それも当然です。うん。だそうなりますよね。だから結局、だからリスクを負うわけだから、その分、保証っていうものがね、つける。値段をね、その分をちょっと上乗せしてね、うん、でだから、まあ、そういう意味で、まあ、でもほらお店によってはね、いや保証つけてやってますっていうところもあるでしょ、うん、だからそういうのがいいというところはやっぱりお客様はそういうところか行って買うんですよ、うん、いや別に保証とはそんなに中古車だからそういうもそういうのはいらないと、とりあえずそのね、まあ、整備してもらってその状態で、まあ、それなんかしら出てくるのは普通じゃないのって中古車なんだからっていうようなね、ただエンジンが壊れるとかやれなんだっていうことはあんまりないですよね。ていうか、だからオイル交換しないとかね、そういうことやったらダメですよ、うん、普通に乗っててそうそう壊れないとは思いますよね、うん、そうで、メーカーが保証する、メーカーも保証するでしょ、ありますよね、メーカー保証ってあるじゃないですか。で、メーカー、なんで保証するかっていうと、結局作っても、いわゆる何かの原因で、いわゆる製造上のね、あれ、部材だなんだとかね、そういうのの、あれによって、何か起きる場合があるわけですよ。不都合がね。だそういうことに関して保証しますっていうことなんですよ。何でもかんでも壊れたから直しますっていうことじゃないんですよね。うん、だから、例えば無謀な運転します。ね、しました。で壊れました。まあだから要は競技者みたいなね、サーキットみたいなところを走った場合は、ね、そういう使い方する場合は保証しませんっていうのが普通ですよね。だから競技者ってまず保証ないしね。競技者。うん。ないですよね。で、例えば競技者でフロントフォークすぐ持ってきちゃった。保証修理してくれたって知ってくれないと思うんですよ。っていうか、いや、シール交換するの当たり前じゃないですかって、走るためにやんないんですかみたいなことになってくるから。だから、そういうことだと思うんですけど、まあ、エンジンだってね、毎回ね、ばらさないんですかって。そんなずっとそのまま乗らないですよねっていう。オイル交換とかね、もう1000キロ。下手すりゃ1回走ったら交換みたいな。そんな感じじゃないですか。違うんですかね。ね、そういう競技車みたいなやつですけどね。だから、そういうより、もっとこうね、メンテナンスも、サイクルも短いし、うん、こと細かくやっていくわけでしょ。で、場合によってすぐバラす。で、また組み立てってやるわけじゃないですか。でも一般の乗り方ってそういうことしないから、ずっと乗りっぱなし、みたいなね、感じになると思うんですけど、だからそういう無理な運転しないわけだから、普通に。一般、高度を走る上で、法定速度っていうのもあって、ね、30キロ、40キロ、まあ、通常60キロ、まあ。高速道路だって100キロか120キロ、みたいなね。そういう感じじゃないですか。だからそういう中にあって、ね、無理な運転っていうのはあんまりね。まあ、150cc のバイクで、120キロ区間をね、全開走行みたいなね。やったら、まあ、壊れるかもしれない。わかんないですけど、ね。まあ、壊れないとは言い切れないかもしれないけど。まあ、あんまりね、そういうのはあれですけど。だから、まあ、フォークシールはでもメーカーは保証するのかな。一応ね、形上ね、しますかね。ただ、メーカーは仮に保証するって言っても、お店がやらない可能性があるんですよ。保証修理って。そう。なんでかというと割に合わないからっていうね。
部品代が出たとしても、部品はいいんですけど、まあ、建て替えも、日本のメーカー建て替えですけどね。日本のメーカー建て替えだけど、まあ、それでやって、さらに工賃も、その仕入れのあれから相殺されるだけだから、で、時間率工賃安いしね、もちろんね。少ないんですよ。だから、まあ、どうなのかな。で、場合によっては、いろんな話を聞くと、お店によっては、いや、シール類は消耗品だから、保証対象にならないですって言って、やらないっていう。っていうお店もあるみたいです。やっぱり。それは、うん、まあ、メーカーの、その、あれじゃなくてね。通常はメーカーにやっぱり相談するんですよ、必ずね。うちでいついつ販売した車両なんですけど、お客さんのね、シール持っちゃいましたとかね。例えば、何かが、不都合が出ちゃいましたと。出てますと。これ、クレーム処理できますか？ね。で、クレーム処理で何とかの交換で対応できますかとかね。そんなことだと思うんですけど、で、メーカーの方が、それでやってくださいと。だから部品注文して、で、直して、その交換した部品を返して、で、返したところで、次のあれから相殺されるっていうね。値引き、その分を引くっていうことになるんですけどね。うん。まあ、これが日本のメーカーじゃなきゃ、海外のメーカーだったらまたちょっとやり方変わってくると思うんですけど。でも基本的にはそうですよね。相談、まずで。いきなりクレーム申請しないですよ。うちは、キムコはしちゃいますけど、今は。これはもう絶対クレームだからって言ってね、やっちゃいますけど、例えばプジョーとかだったら、あとまあ、キムコでも、ちょっとこれどうなんだろうなっていう場合は電話して、サービスのね、方に聞いて、これこうこうこうなんだけど、これでこの部品でいいですかねって、あ、それはそれでやってくださいって言われればそれ出してっていう感じですよ。うん。で、やっぱりそう、メーカーが保証するっていうのはあくまでもそういうこう製造上のね、不具合とか普通なんかそういうのあるわけね。だからそれに起因するものに関して保証しますっていうことなんですよね。うん。だけど中古車を売ってるところが同じようにそれを保証するっていうのはある意味ナンセンスなんですよ。ある意味ね。ある意味ナンセンスなんですよ、やっぱり。うん。だって、自分のところ製造してるわけじゃないから。うん。しかも、中古車でしょ？うん。どんな乗り方して、まあ、今日変なこと言うと、どんな乗り方してきたかもわかんない。ね。どんな、どうやって消耗してるかもわかんないものを、それを、消耗するっていうのはそういう、オイルがどうとかそういうことじゃなくて、エンジン内部だとかね、ミッションだとかが、まあ、消耗してくるわけで、消耗してるわけでしょ。でそういったものを、こう、保証するっていうのは、あんまりこう、現実的ではないですよね。車の世界だとなんかね、保証ってやってますけど、でも、ないのにしない車両もいっぱいあるんじゃないですか。うん、でも車だとなんか怖いですよね。どうしてかというとね、車とね、バイクってね、ちょっと違う感じがするんですよ。で、バイクってね、シンプルなんで、部品点数少ないんで、エンジン、まあミッションも含まれてますけど、まあそうね、あとブレーキとか、まあ要はそういう、あとサスペンションみたいな感じでしょ。でも車ってエンジン、ミッション、サスペンションはあるんだけど、それ以外に乗り込むと、まあまあパワーステアリング、パワーウィンドウ、やれ、ステレオエアコン、あれなんだって、そういうの全部ちゃんと動くのかと。で、そこも全部保証してくれるのかと。ね、壊れた時にっていう話になってくると、またちょっとね、大変ですよね、車ってね。でも、ディーラーとかのね、認証なんとかだったら、メーカーのあれに順次でやってくれるみたいだけど、そうじゃないと、まあ、例えばエンジンとミッションの場合保証しますね。なんかあった場合保証します。やりますみたいなのはありますよね。うん、でも細かいところ一つ一つ全部保証してたら、それこそやってらんなくなっちゃうでしょうね。てか高くなっちゃう。中古車の価格がボンって上がっちゃいますよね。そうじゃなきゃやっていけないっていうね。で、メーカーが出す、その部品って安いんですよね、はね。新品で買うと高いけど、新品で買うと結構いい値段するけど、メーカーの仕入れってもうめちゃくちゃ安いから、だからそれ出すのに対して、そんなにダメージ、打撃はないんですよ。でもそれを、例えば、販売、お店が買ってね、メーカーから買って、その金額、いわゆる、多少は、給掛けとかかもしれないけど、買って、それを交換してたんじゃ話にならない。うん、それやってたらもうとてもじゃないけど、お店として成り立たなくなっちゃうかもしれないですね。はい。だから、どこどこのメーカーとかはやんないとかね。うん。だから何には、もう、これはもう高くしないと、もう話にならないとか、そういう話になってくるんじゃないですか。ね。気がしますけどね。うん。そうなんですよね。はい。で、あれ勘違いしてくださいよ。保証ないですからね。
そう、保証、中古車、うち売ってる中古車保証ついてないですからね。あのメーカー保証が残ってるのは別ですよ。だからあの CT125 の117キロとか。あれは残ってるんですよ。あれが今年でも登録して、今年ので、なんともね、嬉しいのはね、全部残ってるの。あ、これね。はい。ちゃんとあの、みんなついてるの。この、あれ、これもついてるのね。で、メンテナンスノートがついてればいいっていうもんじゃないんです。ホンダの場合は。はい。ね。ホンダの場合はメンテナンスノートがついてればいいんじゃないんです。メンテナンスノート最初のところに保証の、あれがあると思うんですけど、どこでしたっけ？ここね。ここ。これが重要なんですよ。ここ。これ。ここに、保証登録 ID って書いてある。これが重要なんですよ。これがないと、ちょっとね、あの、本当は厳しいんですよ。分かってんのに、登録、ね、車体番号登録されてるでしょ？登録されてるか、いつ登録された、ね。みんな分かってんだけど、いや、ダメです、みたいな話になるから、保証 ID を教えてください、みたいな話になっちゃうと、困っちゃうでしょ？そう。現実、やっぱりそういうのがあるみたいです。はい。でも、お客様は関係ないからね。それは、お店とメーカーの関係のあれだから、だからお客様の場合、このハガキね、これある？登録用のハガキね。自分で登録できるのね。アンケートハガキみたいなね、あります。はい。で、これで、登録に必要となりますので、以下の項目を忘れなくて、お買い上げの販売店もあるけど、購入年月と、その車両とかね、書いて送って、お客様に対しては冷たくできないから。いや、保証登録 IT がうんたらかんたらなんて、そんなこと言ってたら話にならないから、登録できるんですよ。ね。だから、そうやって登録するっていうのが一つのあるかもしれない。関係ない話になりましたけどね。だから、これなかったとしてもね。うん、で、ね、これ機種とか全部、車体番号書いてますけど、初年度登録が2023年の6月15日になってますね。もう5ヶ月経っちゃった。あと1年と7ヶ月保証が残っています。ね、117キロ。117キロのハンター株ね。はい。これやってんの？点検してんの？そもそもさ、そうは言っても点検してないんでしょ、これ。ダメだよね。ほら、初回点検やってないもん。初回点検うちでやるしかない。全く。これお店が多分登録して、ちょっと乗って出しちゃったんだと思うんで、ね。違うのかな、うん、そんな感じだと思いますけどね。はい。何も書いてないもん。だから登録ね、うちで整備して出しますからね。ただこれに関しては、傷あるんでね、ちょっとね。うん、ちょっとそれはしょうがないですけどね。グローイングレッドね。いいでしょ？ね。だからこれこういうのがいいんですよ。こういうのじゃないと、ちょっと厳しいんでね。そう。ダックスはまあうちで買ってうちでやってるやつだからね。で、トライアンフもちゃんとありますね、これね。メンテナンスノートね。点検整備ハンドブック。ね。日本の、でもね、日本のメーカーでも会社でもそうなんですけど、保証修理に関しては、いきなり行ってやってくれって言っても、断られる可能性高いですから、やっぱりオイル交換とかね。そう、そういうことで、ちょこちょこちょっと顔を少しね、関係性を持ってから、あれ、ちょっとおかしいんですけどって言った方がいいですよ。いきなり、例えば個人売買で買いましたね。で、なんかおかしいから見てくれ。ね。あげくの果てに保証残ってるはずだから修理してくれって言っても、いやーっていうふうに言われるような気がしますけどね。どうなんですかね。そこを、あ、わかりました。やりますよ。なんて言ってくれるお店だったらもう最高だよね。多少高くてもね。いや、べらぼうに高かったとしても、そういう気持ちよくやってくれるんだったらね。保証修理云々の前にね、オイル交換が高いと。オイル交換となんとかで2600いくらですって、もうボラれましたみたいな。高いのかな？わかんないですね。高いんですかね？と、なんか、たまにコメントでいただくんですけど、都内だと、例えばね、都内だとエンジンオイル交換3000円になってました。スクーター。うん。最初聞いた時にびっくりしたんですよ。鳩が豆鉄砲くらったの。ね。でも、よくよくいろいろ話聞くと、やっぱり3000円するって言ってました、都内は。やっぱりテナント代とかかかるからじゃないですか。もう、当然ですよね。そんなね、何度かでも安くなんてできないですよ。うちはほら、テナント代がかかってるけど、まあ、こんなもんじゃないですかって言ったら、変な話ね。うちとしては、工賃。オイルと、だから、オイルの全部その金額の中に、工賃から何かみんな含まれてるんですけど、一回やったら、うちとしては、まあ、1000円ぐらい、自分のところに利益があるぐらいならいいかなって思ってやってます。スクーターの場合。はい。だから、あれぐらいの金額なんですよ。そう。オイル代、じゃオイル代ってそんなもんなの？って言われちゃうとね、困っちゃうんですけど。いやってね、ありますけど。はい。大型バイクだなんとかなってくると、じゃあ3リッターだったら、ちょっとお得なんじゃないの？って言うかもしれないですけど、やっぱり手間で、一回こういう何回もやったりとか、あと、やっぱり結構ね、いろいろ、あの手のバイクは、
ありますから、ちょっとね。保証修理な、あ、だから保証、メーカー保証が残ってるのはまあ話は別なんですけど、中古に関してはね、うん。うちは、保証ない。しつこいでしょ。ない。ね。ない。これ多分言うと思いますよ。例えば、木場さんもないですって言うと思いますよ。言わないですか？今保証つけて売ってんのかな？いや、売んないよ。絶対売らないよ、あそこは。うん。そう。もう今じゃね、常識人みたいになっちゃってね。ほんと真面目ですよね。ほんとは真面目なんですか、彼は。どうなんですかね。なんかね、つまんないよね。もう少し昔のね、ちょっと風雲児みたいな感じのが良かったよね。あさて、どんなわけのわかんない話はどうでもいいんですけどね。はい。今日は何日なの？わかんない。つけなきゃ。ね。毎日毎日お金はやん、ね、つける、そう。そうなんですよ。こうね、毎日つけるんだけど、動きがない日はね、何日も続くんです。そう、そういう商売なんです、うち。でもね、他のバイク屋さん聞くと、一日必ず何かしら、何もないってことはないよ。オイル交換とかタイヤ交換とか必ずあるなって言うんです。例えば雨だろうが何だろうが。うち、何にもないことが2、3日続くときがありますから、これは何なんですかね。やっぱり保証なしでやってるから。